Thank you.
Thank you.
いやということで、はい、第1回りょうたくんフェスね、というわけでお越しいただいて、あ重量級の ね、もう MC を間に挟まないこのスタイルで ねやっていこうと決めたはいいものの、ね、緊張感がえぐいということで、なかなかね、いやでも本当に何でしょうね、いや本当に何ですかね、語彙力が消失してしまうほどの、いやいや、なんかこうすごいね熱、もうなんか MC を挟まないと、このなんかだん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 なんかゾーンに入っていく感じなかった？あった。なんか別世界にさ、うん、ボレロの時とか僕そうなってたんだけど。いや、俺も飛んだ。もう飛んでたよね。飛んでた。俺なんか今までこんなことやったことあったっけみたいなのが。そうあるよね。あるある。なんか新たなアイデアとかもねいっぱい出てきて。ね、いやもう本当に、いやもうそんなわけで本当にね、まあ、そこのね、あのパネルにも持ってきましょう、うん、ちょっと繋いでて、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。いや、なかなかね、なんかこうやってこうなんですかね、2台ピアノでこうライブ配信をやる、まあ、本当に贅沢にこう2台ピアノを使って、そしてこうやってねオールジャンルでやるっていうのはなかなかねありそうでないというか、そんなね試みを今日やらせていただいた、まあ、我々なんでございますけれども、先ほどもね、またで挟むね、またでね、ね、はい、はい、ね、まあ、というわけで、また重大発表挟みながら、また、ね、告知でございますけど、重大発表、先ほどもね、こちらで僕の方のチャンネルでも、ね、発表しましたが、ちょっとね、2人で3月、ちょっとね、日本をね、こうなんすかね、揺らしていきたいなと、そうなのよ、いうことでございまして、ね、3月3日、はい、福岡・八女市、はい、和歌山3月10日、橋本市。はいはい、アザレア大ホール、そして、はい、東京3月31日、はい、オペラシティコンサートホールでね、はいはいはい、りょうたくんとりょうたくおんで、はい、あのね、素晴らしいホールでね、素晴らしいですね、東京でね、さっきもねちょっと喋ったけどね、うん、初めてだツーマンっていうのかな、そうですね、要は2台ピアノでコンサートをやるっていうのが初めてで、りょうたくんと出会ってからもう2年半ぐらい、もう2年半で この年で3年になるわけでございます ね、うん、そんな ね、まさかその当時はこういう形でね、うん、こんな素晴らしいホールでやらせていただけるということはもうね、ね、そうなればいいなと願ってはいたものの、ね、そう、まさか本当に実現するとはということで、とてもね、嬉しい気持ちでいっぱいでございます。いやいや本当ね、はい、まあ、だから今回今日弾いた曲とかも弾く し新しいの、ね、今準備していて、準備してます ね楽しい、はいはい、いつもさ、はいはいはい、りょうたくんとその選曲するときさ話し込んじゃってさ、そうなんだよね大変な時間がもう、そうなんだよね、いろんなことを話すからさ、いろんなことを話すけれども、なんかそのなんですよ、なんかね、まあ、なぜ話し込むかというと、うん、やっぱりそのやりたい曲だったりこう、うん、やれそうだなとか、うん、これやってみたいねって曲がね多すぎるんだよね、そう結構やっぱりこういろんなことがね、こういろんな可能性があるコンビだと思うんで、そんなことをね、考えながらこういろいろと話したりとかもするんですけども、まあそんなこんなで、でもまあこの曲やれたらいいねってのもいろいろこうね見えてきたんでね、そうなのよね、この時にこういろいろこう出せたらね、でもさ、お家が近い、あ、言っていいのかな、お家が近いはいいよね、お家が近いはいいよ、いいよね、大丈夫だよね、では大丈夫、そこまでは住所言ったらダメなんだよね、住所はダメお家近いからなんか割と帰りで一緒になることが多くて、そうそれで本当に最初の方ってさ、ちょっとさ、やっぱご飯もまだ行ってないしあれだったけど、帰り家、お家が近いっていうあれでグッといろんなこと話し込んで、そうですね、本当にね、いろんな舞台立ってきました、立たせていただいてきたけど、まさか東京オペラシティコンサートホール3月31日曜日、うん、いやもうね、皆さん開けといてくださいね、本当にぶっちゃけチケットのね発売が来週11月18日からかな、はいはい、になりますのでね、もうね、もう集大成であり出発点であるかな、うん、そうですね、まあ今後ね、うん、まあ、長い音楽人生でこう、まあ、今後もねたくさんいろいろやっていくとは思うんですけども、そんなね我々の一つのこう、それとさ、はい、聞きたい、これさ、ご覧になってる方々、まあ、さっきりょうたくんのチャンネルでも聞いたけど、帽子つけてますかちなみにこれコンサートは別にドレスコードないですから、はい、おのおの好きな格好で好きな格好で来ていただければ、この
りょうたくんフェスというのは、うん、あの配信でね、うん、こう YouTube でやっていこうってなっていて、うん、まあ、これからさこの2台ピアノをベースにいろんなゲストを呼んだりだとか、そうですね、そ3人で回したりだとか、うん、そうね、3人のチャンネルでみたいなとことを考えたりして、そんなドレスコードがね、そうね、あの、うん、演者も今日スタッフさんも全員帽子なんですけど演者さんもスタッフさんもあの、はい、ご覧になってる皆さんも帽子がドレスコードっていう、うん、すごいね、もう具体的にそこまでもう決まってる。いやいや、もうね、羨ましかったの、ずっとずっと帽子が自分の体となっていることがそうなのまあでもね、そうなんですよ、一体化、これが私の本体なんですよね、実はね。あ、本体なんだ、そっちが。だから俺ピアノ弾いてるのは俺の、さ、こいつが俺のことを操作してるの。絶句してる、絶句するんじゃないよ絶句をそうだったんだ、え、そうだったんだ、何絶句してんのよでもさ、なんかあの、うん、一緒に公園とかね、地方とか行ったりするときに、はいはい、バッグの中いくつか帽子入ってるじゃん、入ってます。あれもやっぱ序列があるの、やっぱり第一ブレーン第二ブレーンみたいな。あ、序列というか何用とかいうのはまあいろいろありますね。あ、そうなんだ、はい、ごめん脱線しちゃったね。いやいやいや、とんでもないです。コメント読むみたいな、うん、そうですね、もうたくさんのスパチャね、コメントありがとうございます。僕はね、後日概要欄の方にね、うん、あの掲載させていただきますので、ちょっといくつか読んでいいですか。はいはい。りょうたくんフェス開催ありがとうございます。とても楽しい。二大ピアノの追加公演も楽しみにしています。ミルコさん、ありがとうございます、はい、二大ピアノコンサート追加公演、あ、 おめでとうございます、はい、ナタツさん、ありがとうございます。すごいね、もう3700人以上の方がこの僕たちのダベリを聞いているという。ダベリダベリリハが終わったとこんな感じじゃない、いつも。そうね、そう、いつもこんな感じそう、ずっとここで喋ってるんだけど、はい、はい、というね感じで、はい、さあさあ、あと2分ぐらいになっちゃいましたね。大体30分でね、これからね、そうですね、考えているところではあるんですけど、はいはい、うん、あー、なんかいっぱい、なんかさ、うん、いっぱい絵文字が来たら、うん、あのアンコール弾くってどう？で、その絵文字何にする？じゃあどうしようかな。帽子と、でもね、せっかくさ、うん、たあのタクマ君のチャンネルでもあるから、うん、帽子とハリネズミを、いいね。じゃあこう連呼っていうか、あれバーってやってくれたら、バーってこの滝で帽子とハリネズミの数が独断と偏見で規定値を超えた場合に、はい、規定値引かせていただく、規定値を超えなかった場合はそのまま終了、まあ、終了するという形でだからね、皆さんね、ぜひね、チャットでウォーと書いていただければ、はい、ちょっと反映がね時間かかる、その間にね、はい、チャット読みますね。はいはい。りょうたくんハッピーバースデー。そうですよ、僕たち11月17、そうなんですよ、11月20日でね、僕たち誕生日です、誕生日今月ずっと言ってるね僕たち ね、 言ってるね、11月に入った瞬間から今月誕生日だね、ワクワクみたいな、ね、ワク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 というね、ツアー追加公演、りょうたくんならぬバラエティ豊かなプログラム楽しみにしています。はーちゃんさん、ありがとうございます、はい、あ、すごい来てるぞ、規定値超えてるわ、規定値超えてますね、これ行きますか。いや、じゃあね、最後にアンコールでこれね、これなんと今日初めて合わせたというか、さっきたくまくんからやろうよ、譜面が送られてきてこれやりたいっつっていやいや、それでね、送られてきて対応できるってのがやっぱもうね、天才菊池陽太。いやいやいや、それで急遽でも急遽さっきあのここで現場に入ってちょっと合わせて、ちょっとやる、早めに入ってねっていうね5時ぐらいに入ってるんだけど、そんなわけでちょっとやってみますかね、やってきましょう。
はい、ということでアンコールでね、はい、トルコ行進曲をお届けしたところでリョータコンフェス第1回目終わろうと思うんですけど、今日はどうでしたか、はい、リョータコン。いや非常にこうね、いやなんか2人でライブ配信やるのってこうなんだろう、こうイベントとか以外だと初めて。そうだね、だね、そうだよ。なんですけども本当になんというかこう非常に感慨深い気持ちもあり、うん、でもなんだろう、なんかこうやっぱり緊張感がね、いい緊張感があって ね。いやでもこれって非常に大事なんですよ、やっぱりこう、うん、ね、仲良くなってもやっぱり緊張感を常にステージの上だったりとかっていうのもでも忘れずに、こう常にこうピリッと やるときはやる、でもこうやっぱりだからこそこういうね緊張と緩和というのが生きてくるということをね非常に実感した一日でございましたけれども、はい、そんな風に言っていただけて嬉しいです。何ですか、あ、一個忘れてましたね。そうですね、はいはいはい、まあそんなね我々ですけど、僕からね言いたいことは、11月25日、はい、焼津の方で、はい、コンサートがあります。 そうですね、それもね2台でね、2台ピアノで、はい、ヤイズの方には大変申し訳ない大変申し訳なかった ね大変も、いやでもそのね重大告知もあり、でも年内逆に言うと今年がそのヤイズで、ヤイズ1本で終わってしまうというね。あ、そうですそうです。そうなので このねヤイズを見逃したらあなたは来年までねお待ちいただくことになってしまうので、ぜひね待ちきれないよって人はヤイズに来てください。いいね、うまいね。もうこうやってね僕たち助け合いの精神で舞台のトークもやってるんで、そうですね、わちゃわちゃしてて結構脱線しがちなんだけど、演奏はねちゃんとね気合い入れでやってるので、今日みたいな感じで、はい、です。ぜひね、はいはい、これからもリョータコンフェスティバルをね、ね、いろいろ応援してくれたらね、いろいろね今後もやっていきたいと ね、うん、今後もやっていって、ね、別にその公演が関係なくいろいろ集まれたらやっていきたいと思って、二台ピアノというコンセプトでね、ですね、帽子とね、あとじゃあ皆さんタコン TV で終わってみる、はい、やってくれる、はい、せーの、ね、カメラの向こうの人ね、やってないのよ、やってない、発覚してんの、やらないとダメ、そうだから本当にやってくださいってことだけは言っとく、はい、カメラの向こうのあなた方、はい、やってないでしょ、はい、では今チャット見れてないからあれなんだこのままってなったらやってないでしょ、やってないでしょ、どうなんだろうね、やってる、いやいやね、アレンジかっこいいとかでね、そうじゃないんだよ、やんないと、みんなでタコン TV ってやんないとタコン TV ってね、みんなで大きな声でやってやってる、やってやってる、だってやりますよ、隣のお家からクレームが言われる音量で、はい、うん、そう、なんかねニュースにしましょう、ヤフーニュースになったらね、バンバン剤です、はい、バンバン剤、じゃあ、まあ、よく、はい、せーの、せーの、タコン、やってないじゃん。あ、タクオンから言う、そうだよ、タクオン TV だよ、はい、せーの、今なんて俺が言うの、ソロ、あ、違う違う、2人で言うの、はい、全員でね、はい、せーの、タクオン TV、 ご視聴ありがとうございましたバイバイ